はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、熱きおっさんデッキを、持ってきたんでご紹介していこうというふうに思っておりましてですね、あの戦火という、デッキ皆さんご存知でしょうか。この熱きおっさんテーマになってるんですけど、重戦士族のテーマになっていまして、もう本当に熱いおっさんたちがめちゃくちゃ多いテーマとなっています。これね、重戦士族のテーマになっていまして、天武天気っていうね、ファイアフォーメーションを使いこなすデッキなんですけども、ファイアフォーメーションとめっちゃ相性がいいギミックが最近マスターデーの方でね、だいぶ解禁されましたね。これ開局およびこの 12cc、 これが実装されまして、結構相性いいんじゃねえかなと思って、12cc のギミックを戦火にぶち込んだデッキ を作ってきました。まあ、結論から申し上げると結構相性良かったです。はい、まず炎武天気で、12cc モンスターをサーチすることもできるということで、使い分けが可能で、エクストラデッキが意外とこのデッキ開くんですよ。まあ、そんなにその必要なエクストラデッキあんまなくてですね、総竜がいるぐらいなので、結構エクストラデッキの枠が余るってことは 12cc のギミックをたくさんぶち込める。で、 12cc のギミックがたくさんぶち込めると、結構その多素体アーデウスとかで高校まくり能力がかなり上がるっていうところと、あと12cc で妨害を踏んだ後に 12cc 以外の戦火のところで展開することもできるということ、手数になるということで、相性は非常に良かったです。はい、ちょっとね、12C の効果を使ってしまうと、例えばその両方の効果とか使えなくなっちゃったりする時が一応あるんですけども、それを差し置いても、相性は非常にいいかなというところですね。で、一応先行でも、やることは一応あるっちゃあるんですけど、あんま強くないんで、先行の盤面戦火デッキって本当に総竜、ぐらいでまともな妨害がで、一応ドランシア出てたら嬉しいなみたいな感じなんですよ。あんま強くないんで、高校ですね、主には高校用をイメージして作ってます。高校で手札一発を投げて相手の場面弱くして、で高校から戦火のモンスターって結構バン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 前に出てくる効果あるんで、これで並べてぶん殴っていくようなイメージですね。はい、早速熱きおっさんたちの共演お見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。てて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 てこれ今熱きおっさんたちと、いうテーマ流れておりますね。今ね、現在ね、ちょっと一応ガンマケアします。熱きおっさんたちというね、熱きおっさんたちというデッキを持ってきました、今日は。あ、これやばい、バロネス出てる。これマジでね、戦火っていうテーマ僕結構好きなんですよね。これなんでかっていうと、渋いからですね。可愛い女の子とかイケメンとかあんまいないですけど、すごい渋いおっさんがね、めちゃくちゃいっぱい出てくるんでね、そういうテーマ結構ね、僕好きなんですよね。はい、これ何かわかんねえ、なんかあれか、シンクロ軸青龍みたいなデッキか。青龍は多分トマホークした方が強いぞ。ていうかトマホークしちゃうと弱いぞ。現状昔の青龍ってさ、ドラゴサックとライダーみたいなの出して、なんかうだうだやってたっていう話聞きましたけども、正直そんな環境じゃねえっていう話ありますよね。ディスパテラ強え、でも盤面は強えな、普通にやるやん。なかなかディスパテル効果なんか めちゃくちゃ展開してくるな。なんかそんな引かし大丈夫、なんか舐められてるぞ、おいおっさんデッキ、おっさんデッキがめちゃくちゃ舐められてる。はあ、ベーサルローズシュートからのローズが出ていっぱい出てきて、なるほど、いっぱいローズちゃん出てきて、ちょ、わかんないですけど、これどこまで行くんですか。これ死ぬほど最後まで行きます、もしかして死ぬまで展開します。はあ、あ、天球の施工品、なるほど、やるよ天気の施工品。今測らなきゃいいか、さすがにね、こんだけ引かしたらなんとかあるんじゃないかな。ドロー、あー、はい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 、はい、いいでしょう。一旦お待ちを。まずはですね、無限法要から打ちましょうか。無限法要から打って、ディスパテルはどうでもいいから一回フルロードバロネスちゃんの効果無効にします。はい、で、関運特殊召喚、これ増字ですね。なるほど、増字か、
まあ打つしかないか。じゃあ増人はちょっと相手に可能性を与えすぎるので、まあ天球どこで飛んでくるかちょっと分かんないんですけど、増殖する G を初ゲームから除外。はい、でカウンさんは相手のフィールド上のあのモンスターの方が多いとですね、ぶっ破効果使えるので結構強いんですよ、これ。これすげえ強いサイバードラゴンみたいな感じです。はい、まあちょっと発動しちゃう効果なんですけどね、手札が特殊化する効果。これ発動すんなよと思うんですけどね、これ一番の効果。さあカウンさんの効果発動しまして、ちょっとディスパテル君、消えてもらっていいですか。ディスパテル君を踏みましょう。ディスパテル君はこっち除外してるカードないんで、相手の方のカードをデッキに戻してこれ破壊するということですね。はい、まあ関係ない、それは関係ない、問題ない。はい、で爆破される。でカウンさんの特殊召喚効果に耐えちゃいませんので、一旦カウンさんもう一回出しましてマジでこれフェンリルだな、フェンリル。これ実質おっさん型フェンリルだ、おっさん型フェンリル出して、はい、これでまあ天気の正確印があとはどこで使われるか問題なんですけども、まあ言うて三本書きであればこの手札あったら普通に踏めますけどね。一旦演武天気発動しますか。こっちから先か。12指示の開局を発動、12指示の開局で天球の正確印をちょっと踏みに行きましょう。ドランシアでさあ12指示の開局の効果によって12指示の開局を爆破し、デッキから12指示モンスターを特殊召喚。お、使ってくれた。オッケーオッケーオッケー。で永続魔法なんで、最初に取ったカードが破壊できない、永続魔法っていうか、破壊できないとリクルートできないという最低がありますね、開局は。はい、で天気の正確印でなんか出てくるとアルバスか、なんだこれ、何が飛んでくんだ、マグナムーとか、わからん、あマグナムーとか、オッケー、いいだろう、まあ、それはいい。で12獅子の開局もう一回発動する意味もあんまねえな。演武天気発動で演武天気の効果によって重戦持続モンスター一体を手札に加えることができる。戦火の宙孫坊を手札に加えていくぜ。そして戦火の宙孫坊を召喚、孫坊の効果発動、フィールドのまたは手札の表側表示のカードを1枚墓地に送ることによりデッキから戦火モンスター一体を手札に加えることができる。これによって諸葛孔を手札に加えていくぜ。そして効果によって手札に加わった諸葛孔の効果、自身を手札から特殊召喚、そして孫坊の効果によって相手のモンスターバウンス、はい、高校まくり能力かなり高いんだよこのデッキ。そして強欲で貪欲な壺を発動、デッキからカードを10枚除外してカードを100枚ドロー、うむ、あ弱え、そんなわかな弱っ、嘘、めちゃくちゃ弱いやん。総流出すしかねえか。ちょ、あまりにも手が良かったの。で、孫坊と諸葛孔でリンク召喚現れよ。戦火名将、総流、効果発動。別にこいつはトライブリケードモンスターじゃないぜ。嘲笑の範、手札に加えていくぜ。そして、嘲笑の範を発動。嘲笑の範の効果により、手札から戦火モンスターを特殊召喚し、そのモンスターのレベルかける100のダメージを受ける。こっちじゃねえ、ちょ効果多いな嘲笑の範、こっちや。これによって手札から何だこれで東映を特殊召喚、東映の効果発動、東映の効果によって戦火視力3個霊芸を手札に加えていく。そして3個霊芸を発動、さらに戦火名将総流の効果、総流の効果により3個霊芸を墓地に送ることによって相手のフィールドのカードをバウンス。マグナムートはまあ出てくるけど、まあどうでもいいか、マグナムートぐらいはまたしょれそうで、戦火視力、戦火視力3個霊芸を発動し手札から、何マグナムートいいだろう、貴様のライフポイントは効果を発動するために400ポイントずつ削られていくぜ、というモンスターが東映2体いるぜ。
これなんかちょっと弱いマスカレードみたいな感じですね。はい、で東映を特殊召喚 M バトルフェイズだ。よし、これでてかなんだこれ、これで死、もうあれ死んでんじゃねえか、7600しかねえぞ相手ライフ。うおいけおっさん、これが熱きおっさんビート。あとライフ X だ、3100、あちょうどや、おしゃれ。まさすがに増人でこんだけ引ければね、はい、おっさんのまくり能力はまあ生かせますわ。なるほど、めちゃくちゃ展開デッキでニビル爆発させたらサレンダーされるパターンあると。これ金マンで謙虚なツボ、うむいいだろう。金マンで謙虚なツボなんだ、これクシャトリだか、まあ、わかんねえか。金剣、入ってる、デッキはでもなんか初動札なんか割と探しに行ってる感じするから、アクシャトリだと。なんか初動札探しに行ってる感あるから、これあれだ、ニビル刺さるぞ、これニビルとかいう先ほど刺さるぞ。無限抱擁一回スルーして、なんかあだな、無限攻撃を開始のアライズに取っといて、ニビルを爆破させるっていう説あるな、これ結構。はい、ユニコーンいいだろ、ユニコーン見だろ、まあ、とりあえず、チェーン一生振っといて、まあ、効果部は、まあ、未来利用が出てきそうだったらニビルぶち込むわ、うん、でパーピアス OK、まあ、最後まで展開通してやるよ、まあ、いつも通りの盤面といったところか。シャングリラー、そろそろこれ未来利用出てくるかもしれないから、ちょっと2秒でいくわ。はい、さようなら。これ守備力やばいんじゃね、なんかチャングリラ君守備力3000あるよな、これ。これトークンの守備力やばいぞ。9000、やば。9000守備力高っ。役者取りのバース、いいだろう。はい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 、バース、ここまでがめてやがったが、やりやがるな。なかなかやりよるぜ。あー、フェンリル鬱陶しいですね。まあ鬱陶しいは鬱陶しいですけど、もうさすがに、うっそ、うっそ。演武天気だろうなこれ。まあそうだよね、演武天気だよね。まあでもソンボーいるからワンチャンなんとかなるんじゃねえか。いやでもフェンリル鬱陶しいな。あー、開局来た。開局来た、強い。開局来た、開局発動、これは踏めますな。これ踏めるわ。これ全部踏める。これ、アーゼウスで全部流してくる。何？なんだこれ。うわぁ、つえ。なるほど。やるやんけ。やるやないけ。まあ、でも結構やっぱこう踏んでくれんだよな、あんだかんだ。すげえ踏んでくれる。これバトルフェイス入って、これフェンリルショってからだな、これ。多分。で、これぶん投げる。で、メイン2入る。で、ソンボを発動、ソンボを発動します。これちょっとニビルもいらねえか、ワンチャンちょっとね、十二獅子の開局は次のターン使える可能性があるんで、諸葛孔を、で諸葛孔効果で手札から特殊召喚で、ソンボ効果で、トークン戻して、打点高すぎるんで、これ打点高すぎるんでね、こっから出して、いやでもこれ総竜意味ねえな、総竜で何持ってきたところで展開止めないか。いやこれ、これ分かったわ、これさ、これライカじゃね、これレベル42体でライカじゃね。総竜やっても意味ないんだけど、これライカだったら強えよな。まあ一応出すわ。超徳は出してよくて、でレベル4モンスター2体でオーバーレイネットワーキングを、構築して、でライカ出す。もうこれ死ぬほど風邪とっか、これこれさ、もうなんかアルティメットドランシアしといたらいいんじゃないかっていう説あるよな。でこうしてこうで、でハマー出して、でワイルドボーを出して、オッケーで、これでドランシア出して、あこれあれか、タイグ、いやこれ間違えたわ、これタイグリス残しといたら、あでもだいいねえか、いやこれタイグリス残しといたらダブルドランシア引けたわ、まあいいわ。
いやでも多分手札一枚でしょあれ。手札一枚だから多分大丈夫だこれ。多分これもう返せないと思う。何出してきてもドランシャで割ればいいから。これ多分返せない。まあ、ダブルドランシャいけないねこれね多分ね。あーバレントパスファインダーもう余裕で破壊。余裕で破壊。余裕で破壊。諸葛孔でここでパスファインダーで爆破。いやこれは来たわ。よし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 。であと8000。あ天武敵強い。炎武天気強すぎ。炎武天気強いな。まあ、とりあえず一旦十二支の開局発動していいな。十二支の開局の効果発動して破壊して、で、サラブレ出して、OK。で、開局の効果で下に重なる。強いね。うむ。ゴスダイドランシア強いぞ。そして炎武天気発動。で炎武天気の効果によって、孫母を持ってきて、まだ諸葛孔いいの偉すぎだろ、これ。で、孫母召喚、孫母効果、炎武天気墓地送って、で、諸葛孔を持ってきて、諸葛孔効果で手札に加わったから、諸葛孔の効果発動をして特殊召喚。で、ここで、一旦総流出す。伊達に低いところでいいな。総竜出す。これドランシア使いのも偉いな。あのリンクスはいいな。総竜別に数属性戦艦モンスター含めばいいからな。で両方を持ってきて、で両方を出すと、きた。これ打点揃ったの。ほらこれがダブルドランシアだ。いけ強え。これは来てる。うわ対戦ありがとうございました。これあだれ孫坊からだから、レベル42体からのワイルドボーもいけんな。うわーなんもね。いやでも3戦あるか。3戦でどうにかするしかねえな。いやー誘発結構入れてるんですけどね。一応枚数的にはかなり入ってる。3333だから3412枚くらいは入ってるんだけどな。一応12枚入ってたらなんか1枚くらいは引けますけどね。まあ1枚ないし2枚ぐらいはだいたい手札に来そうな感じの確率ではあるんですけども。やべえ BF だ。やべえちょ BF わかんな。ちょっとさすがにこれやばいかもしれん。これ何も誘発ねえとありえない妨害量飛んでくんだよなこのデッキ。これベールゼとかいう最強モンスター出てるけどこれ大丈夫。ドロドロゴン。なんか俺さ、俺なんかこれ見たことあるぞこれ。この動き見たことあるぞ。なんかあの若津楽園の若津楽園でさ、なんかあのあバスタード、はあ、はあははあ、バスターディング。これドラクマモンスターがあればその楽園手札に加えるか特殊召喚するといこうか。でベルテアナコンダ、やばいやばいね非常に。はあアサルトドラゴンね。はいなるほど。ベルタナコンダ効果発動、楽園融合、うむ非常にまずいね。うむまずいね。でこれでミラジェイダー、なるほど。でミラジェイド効果、これどうやって、あでもあれか、ここでアルバスアルベル、アルビオンが墓地行くからアルビオン効果、あ、わかったぞ。これあれか。赤の楽園か。あー、なるほど。はい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 。はい。で、これで、クエムからか持ってくればいいの。あー、そういうことね。そういうことか。お前、うまいな。やばい。俺多分死んだわ、これ。いや、これ多分死んだわ。赤の楽園効果、アルバス回収。で、アルバスクエムでこれ多分、あれでしょ。アルビオンでしょ。深淵の方の。で除外からの、アルビオン、はいはいはい、ですよね。で、効果発動しますよね。ですよね。これ、あれですか。うーわ、出た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 。いや、これ、結局、若津楽園禁止した意味ねえだろ。結局、こうなってんだから。おい、コナミ、おい、若津楽園禁止した理由忘れたか。先行ワンキルと井戸を繰り付けに捕まれてたからだって言ってただろ。お前どっちも復活してんじゃねえかこのデッキ。どっちも復活してんじゃねえか。おい
止まれベルゼ止まれベルゼ、これが噂のあの逆怒り心事状態ってやつですね。止まれ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 止まってよ、止まるんじゃねえぞうるせえ。